長時間椅子に座っているサラリーマンは椎間板ヘルニアで苦労している人がとても多いです。椅子に座っている間も体の大黒柱と言われる脊椎の疲労度が上昇するからです。実際に事務職の会社員を見ると腰痛で悩んでいる人をよく見かけます。彼らは激しい腰痛により精密検査を受けると椎間板ヘルニアと診断されます。椎間板ヘルニアは完治が難しく多くの人に苦痛を与えます。ところが先日海外コミュニティサイトには慢性腰痛で苦しんでいたアメリカ人が日本を訪れたら奇跡が起きたという記事を投稿して話題を集めました。椎間板ヘルニアの治療のために数千万円を費やしたというアメリカ人ビリーが日本へ行きどのような奇跡を体験したのでしょうか。今からビリーの話を詳しくお伝えします。こんにちは。私は貿易会社で働いているビリーと申します。私は普段からワーカホリックと言われるほど残業が好きです。どうせ家に帰っても一人で過ごすだけですし、日常を共有する彼女もいないから仕事でもしようという感じです。でも面白いことに家に帰っても私は働き続けました。スタンドだけつけて暗い部屋で長時間腰を曲げて仕事をしていました。たまに腰とお尻が痛い時は立って簡単にストレッチだけしてまた仕事に戻りました。今考えてみるとなぜそんなに仕事ばかりしたのか、そして体を酷使したのか後悔しました。あまりにも仕事に執着していたので友人と同僚たちは私に精神的に問題があるのではないかと心配していました。ビリー、仕事をしないと不安や寂しさを感じ自分の価値が落ちると感じるのと私に尋ねました。私のせいで周りの人も少し疲れているようでした。なぜなら私は完璧主義な部分もあるからです。私は遊ぶより働く方がもっと楽しいです。それに私はお酒とタバコもしません。お酒を飲んだりタバコを吸ったりすると脳への酸素量が減ってもっと疲れ怠けてしまうからです。それに仕事ばかりしてお酒を飲んだりタバコを吸ったりする時間がありませんでした。私には仕事と休息にあまり差がありませんでした。しかし仕事をたくさんして周りから認められたとしても体は限界に近づいていきます。夜遅くまで座って作業してたので私はついに椎間板ヘルニアになりました。最初は深刻な方ではありませんでした。少し腰の痛みがある程度でしたが、だんだんひどくなって太ももや足までしびれる症状が出てきました。1日平均10時間以上モニターの前に座って業務をしているため腰痛が生じるのは当然のことです。私の腰痛の原因は椎間板ヘルニアでしたが、手術を受けるためには休暇を取らなければなりませんでした。最初は椎間板ヘルニアの程度がひどくなかったので治療は後回しにしていました。ところがいつの間にか笑ったり咳をしたりすることもできないほど痛みがひどくなってしまったのです。私は椎間板ヘルニアの治療のために数多くの病院へ行ってみましたが、完治せず痛みも取れませんでした。ある日は会社で働く時間より病院に通う時間が多いほど大変な状況が続きました。長期間椎間板ヘルニアに悩まされていたので、私は椎間板ヘルニアに関して論文を書いてもいいほど博士になっていました。椎間板は複数の脊椎骨の間に位置しており、柔らかいゼリー状の髄核という組織から成り立っています。脊椎の骨同士がぶつかるのを防ぎ、脊椎に加えられる衝撃を緩和するクッションのような役割を果たします。ところが様々な理由で椎間板が突出して周辺の神経を押すと腰に痛みが生じるのです。私のように初期段階では少し腰の痛みがあり、時間が経つにつれて足がしびれさらに苦しくなる症状が現れます。ある日急に四肢麻痺になったように腰に激痛が走り、歩くこともできませんでした。笑うとき、咳をするとき、鼻をかむとき、座った状態から立ち上がるとき、何をしてもとても痛かったです。この痛みは経験したことのある人にしかわからないでしょう。本当にどんな動きをしても痛すぎて大変でした。ある日病院に行って CT を撮ってみたら4番と5番の腰椎の椎間板が破裂していました。
医者は私の状態を見てすぐに手術をしなければならないと言いました。そして経済的に余裕がなければ施術をする必要があると言いました。調べてみたら一番安い施術費用が日本のお金では80万円を超えていました。私は考えてみると言って病院を出ました。そんな中私は急に日本に派遣されることになりました。本社では日本に行って椎間板ヘルニアの治療を受けながら仕事をするよう勧められました。しかし日本に来ても残業は減らず腰痛はさらに悪化していきました。私の苦痛をそばで見守っていた日本人の同僚は私にそれとなく漢方病院に行ってみるように勧めました。彼は椎間板ヘルニアには漢方治療ほどのものがないとし自分も漢方療法でだいぶ良くなったと言いました。それに自分が通っていたところは院長先生が流暢な英語で骨の名前や医学用語を説明してくれると教えてくれたので私はその病院に行ってみたくなりました。しかし私は経済的な理由で漢方治療に踏み切れていませんでした。アメリカで椎間板ヘルニアの治療のために多額の治療費を払ってきたので迷っていたのです。それに漢方治療は私には聞き馴染みのない言葉でした。 Google で調べてみたら漢方医学は日本の伝統医学だそうです。日本では明治維新後西洋医学を学び医師免許を取得した人だけが医師業を営むことができるようにしたため日本では漢方医や中国の中医師は医師として認められていませんでした。その代わり西洋医学に限界を感じた医師たちが漢方医学を研究し診療に活用するようになったそうです。現在日本の医師の 86.3% が漢方薬を使っていますがその理由は西洋医薬だけでは治療に限界があるからだそうです。漢方医学は日本の伝統医学で鍼灸と漢方薬で治療を行うそうです。現代医学が解剖学と細胞生化学を中心とするなら漢方医学は自然哲学をもとに人体と病気を眺める学問だそうです。私は半信半疑ながらも日本に漢方を処方する病院が多くあり日本人が多く利用することを知っていたので同僚の言葉を信じて病院を訪問することにしました。そして私は病院へ行き新しい世界へ足を踏み入れてしまいました。アメリカで受けた治療とは全く違いました。私の状態を見た漢方専門医の院長先生は椎間板ヘルニアは激しい腰の痛みだけでなく足の力が抜ける症状とともに排尿障害、下半身麻痺まで起こす可能性があるので早く発見して治療しなければありません、今こうして治療に来られてよかったですと言いました。そして手術せずに脊椎と周辺の靭帯、筋肉の自生力を育て椎間板ヘルニアを治療する治療法で進めましょうと言われました。彼の流暢な英語に私は感嘆しながら尋ねました。ではその治療法は何ですか。水打療法です。水打療法について検索してみると水打療法は歴史がとても長かったです。2700年余り前の皇帝内経という漢方医書にマッサージと指圧、そして骨と関節を押して合わせる治療法が詳しく記録されていることを見てもわかるでしょう。院長先生は私に水打療法についてわかりやすく説明してくれました。水打療法は健康と幸福を求める多くの人々に人気のある療法の一つです。水打療法は日本古来より受け継がれてきた医術の一つで体のバランスを整え筋肉を強化することに重点を置いた治療法です。このような理由から多くの人が水打療法を通じて歪んだ脊椎の位置を矯正し健康を維持するために努力しています。実際水打療法は世界的に多くの人に良い影響を与え治療に活用されているそうです。数多くの病院や医療機関で専門的な水打療法による治療を提供しており、これにより治療の効果と安全性に関する研究開発が活発に行われています。また日本では水打療法のための教育や研修プログラムも提供されていて専門的な療法士を訓練しているそうです。海外でも水打療法の治療に関する研究開発が活発に行われていました。
本当に驚きました。多くの研究が水打療法の効果と安全性を立証し、これにより水打療法が国際的に認められたのです。院長先生は治療法についても教えてくれました。あなたが受ける治療は簡単に言えば押してつまみ上げるという意味で、指と手のひらで押したりつまみ上げたりして摩擦を起こし、歪んだ脊椎を矯正するのです。この時、頸椎と脊椎の痛みが和らぎ、歪んだ脊椎と椎間板が元の位置に戻り、姿勢矯正にも効果があります。水打療法はただの一時的な矯正治療ではありません。2002年、漢方医学で初めて脳神経内科分野で世界的な権威を認められ、アメリカ UC アーバイン大学医学部の臨床で使用するほど、その効果と効能が認められた治療法ですという言葉を聞いて、私はさらに安心しました。水打療法に先立って院長先生は私に針を打ってみようと言いながら、私を治療室のベッドに横になるように案内してくれました。私の体に何が起こるのか心配な気持ちで横になっていたら、院長先生は首の後ろと足など5箇所のツボに針を打ってくれました。院長先生にゆっくり歩いてみるように言われたので、私が歩こうとすると他のスタッフが両側から私を支えてくれました。この針治療は驚くべきことに、痛み止め注射と比べて5倍も早く痛みを減少してくれるそうです。そして実際、私はその驚くべき効果を経験しました。たった1回の施術だったのに、腰の痛みが半分も消えていました。不思議すぎて次の施術を受けるのがとても楽しみでした。その後も私は院長先生の言う通り、水打療法と針治療を並行し、今は完璧に痛みが消えて元気な状態で過ごしています。私に漢方治療を推薦してくれた会社の同僚に感謝の意味を込めて牛肉をプレゼントしましたが、友人も自分のことのように喜んでくれました。アメリカで数万円使っても治らなかった腰痛を、日本で高くない費用で治すことができました。日本は本当に素晴らしい治療法を持つ国です。私はここで新しい人生を見つけました。もちろん椎間板ヘルニアを予防するためには普段の生活習慣が大切だということは知っています。椅子に座る時も腰をしっかりと背もたれにくっつけて座らなければなりませんし、ストレッチをこまめにして腰の柔軟性を鍛える必要があります。しかし、良い病院を見つけるのが一番効果的な方法だと思います。私はアメリカ人ですが、今は日本の漢方医学を推薦するほど漢方の魅力にハマってしましました。皆さんも少しでも腰痛を感じたら、症状が悪化する前に日本の病院へ行ってみてください。お金も節約できますし、時間も節約できるでしょう。多くの外国人が私のように新しい世界に足を踏み入れて新しい人生を見つけることを願っています。ビリーは幸いにも今は漢方治療を受けていないそうです。それくらい症状が改善されたからです。最近伝えられたニュースによりますと、水打療法はアメリカのオステオパシー協会の正式なリメディカル教育科目に採択されたそうです。アメリカで水打療法をリメディカル教育科目として採択し受け入れたことは大きな意味があります。水打療法は漢方専門医が手と体を利用して患者の関節、筋肉、人体の位置を正してくれる手技療法です。歪んだ骨と筋肉を正して痛みを和らげ、周辺組織の機能を円滑にしてくれます。水打療法が必要な最も代表的な疾患は椎間板ヘルニアです。水打療法で脊椎を正せば、脊椎の配列が整い、椎間板が受ける圧力も軽減できます。先日は雨で滑って腰を痛めたアメリカ人のジュリアナさんが、アメリカで医者に椎間板ヘルニアと診断され、手術を勧められました。しかしジュリアナさんは手術を受けるか迷いました。後遺症が心配でしたし、体力的にも負担を感じたからです。医者は彼女の椎骨同士の動きを良くし、緩衝材の役割を果たす椎間板が硬くなり、脊椎周辺の筋肉と靭帯が弱くなったという話を付け加えて説得しました。
脊椎手術をすべきかどうか悩んでいた彼女は、知人の紹介で日本を訪れました。彼女もビリーのように、スイダ療法で椎間板ヘルニアを治しました。日本のスイダ療法士は、脊椎疾患で手術が必要な場合は、全体の 5% に過ぎないと言います。代表的な非手術治療が漢方医学のスイダ療法です。スイダの水は押すという意味、ダは積み上げるという意味を持っています。人体の歪んだ骨と関節、筋肉を押してつまみ上げて、元の位置に戻すのに優れています。院長先生は、鎮痛剤やステロイド注射を通じて、痛みを減らすことは、脊椎疾患の根本原因を治療できません。弱くなった脊椎と周辺組織を丈夫にしてこそ、再発の確率が低くなりますと説明しました。スイダ薬物は、脊椎周辺の神経の炎症を鎮め、弱くなった筋肉と靭帯を強化する漢方薬です。特に、脊椎疾患の痛みは、脊椎神経周辺の炎症から始まりますが、この炎症と腫れを鎮めた後、スイダ療法を受けてこそ、痛みが軽減されます。スイダ療法は、漢方専門医が手と体を活用して歪んだ骨と筋肉を、正常な位置に戻す治療です。院長先生は、人体の筋肉と骨や関節がずれると、その骨を囲む神経と筋膜など、周辺組織を刺激します。骨を支える筋肉と靭帯が長い間緊張して固まると、血液の流れが悪くなく、痛みが発生しますと説明しています。また、スイダ療法で活用する薬針は、漢方薬や薬剤を製剤して作った薬針液を体のツボに注入する方式です。薬物と針の効果を同時に得ることができる上、脊椎疾患で固まった筋肉をほぐして、痛みを抑制します。脊椎周辺の靭帯や筋肉を強化する効果もあります。アメリカやヨーロッパなどの先進国では、手術による副作用を減らすため、代替医学分野の研究が活発です。このため、漢方医学や鍼灸に関する研究も拡大している状況です。最近は漢方医学が椎間板ヘルニアの治療に効果があるという研究結果も出ました。アメリカのノースカロライナ州立大学リハビリテーション学科の研究チームは、椎間板ヘルニアの陽性判定を受けた患者128人を対象に、スイダ療法と鍼灸を実施しました。その結果、患者の 95% が痛みが減り、椎間板ヘルニアが完治したことが分かりました。スイダ療法の抗炎症作用や神経再生、軟骨保護効果が立証されたのです。この研究は国際的に著名な学術誌、誌で発表され、大きな話題を集めました。世界中の人々を魅了している日本の漢方医学技術が、これからも多くの人々の苦痛を鎮めてくれることを期待しています。次回はもっと充実して面白いニュースをお伝えします。ご視聴ありがとうございました。